幹部たちの思惑が渦巻く中、新選組で龍馬は一人覆面の男の手がかりを探す、うん、入隊したのよね。そんな中、吉田東洋暗殺事件の真相を追うもう一人の男、中岡慎太郎と出会う。中岡さん、数少ない協力者を得た龍馬、うんうん、しかし土佐藩の大殿山内陽道が土佐に戻ったことを知る。そして時同じくして竹地半平太に土佐帰還命令が下る。土佐に不穏な気配を感じながらも、龍馬は再び覆面の男を追い始める。第五章、鉄の掟。寺田屋から、やっぱ今日からだっけ、あのはじめさんが自分から起きるなんて珍しいこともあるんですなせやけど肝心なものを忘れてへん。ああ、羽織じゃない。あ、お涼ちゃん。さあ、お涼ちゃん。これ。お。三番隊の。あ、似合うね、でも。かっこいい。お前が裾を直してくれたのか。気にせんといて。ちゃんとお代はいただくさかい。な、おかみさん。せやね。斎藤藩がこの国を動かすくらいの大物になってくれはったら、新しい寺田屋でも作ってもらいましょうか。本当に金に細けえ女ばかりだな、ここは。立派なお家にしよう。さ、そろそろ出なあきまへんな、三番隊隊長さん。ああ、行ってくる。飯と風呂頼んだぜ。うわあ、今日は東堂から任務の説明を受けるんだったな。ああ、豚書へね。うわあ、すごい、新選組だわ。なあ、あんた、あれ、なんか金持ってへんか。お、なんだ。おい、何やってるんだ、気をつけろ、絡まれてる。なんかあったのかな、助けてあげる。え、銃、すまねえ、誰も見られてねえか。どういうこと。まずい、あいつに見られたぞ。う、嘘だろ。ああ、え、何？闇取引みたいなこと？どうやら面倒なところに居合わせたようだな。見られたからには仕方ねえ。極秘で運ばなきゃならねえ。密売ってこと？お前たちが何を隠していようが別に構わん。そこを通してくれ。いや、この新選組の羽織着ててそれは、どうな。お頭の指示は絶対。こうなったら？え、何？おい、お前ら何している？これスーツ？スーツ着てるっぽいな。この人がお頭？お、お頭、すまねえ。こいつに銃を見られちまって。俺がヘマをしたばかりに、お頭申し訳ねえ。え？失敗は誰にでもあることだ。だがそれで騒ぎ大きくしては余計目立ってしまうだろう。確かに秘密裏に運べと言ったが、目立たずに行動しろとも言ったはずだ。ああ、そうなの。そうだな。え、見られてしまったなら仕方ないな。お前たちは先にアジトに荷物を運んでくれ。彼とは俺が話をしよう。え、ここは何、何売りつけられるんじゃない、なんか、高級なもん。え、この人何者だ。さて、悪いが、うちの品を見られた以上、お前をタダで返すことはできないな。どうする。そんな怖い顔をするな。別に危害を加えるつもりはないさ。俺は商人だ。取引しないか。詳しい話はアジトですよ。え、連れてかれるの？取引。渋い顔してる、量は。
まあまあ、とりあえずこっち。あ、ここがこの人のアジトなの？なんか前入れなかった、そういえば、うろうろしてた時に。武器商人なんだ、この人じゃん。え、これ何、地下？広、ここは？うわぁ。ここが俺の仕事場だ。見ての通り武器を取り扱う秘密の場所。いろんなもんがあるな。自己紹介がまだだった。俺はウィリアム・ブラッドリー。あんたの名前は？斎藤はじめです。ああ、なぜ名乗る必要がある。ごめん、勝手に名乗ってた、リオマ。取引ってのは信頼関係が大事。そういうことか。言いたくなければそれでもいいが、俺たちの情報もはとても広い。まあ、勝手にバレるよね。そう。斎藤はじめです。おい、名簿に加えといてくれ。え？えい。顧客になるってこと？この人の。それじゃあ取引と行こうか。俺の条件としては とにかくさっき、はじめが見たものを見なかったことにしてほしい。内緒にしてってこと？金を渡して黙っていてもらうのもありだが。それよりもこいつで手を打ってくれると嬉しいな。え？何？なんかもらえるの？うちで取り扱っている銃弾。日本ではなかなか手に入らない新型。え、もらおう。もらっとこ。俺を渡して共犯にしようって腹だな。でも嫌かな、龍馬。仮に金を渡しても受け取った後で誰かに話すかもしれんが、銃を持っていれば俺も人にはいなくなる。なるほど。Yes. 勘のいいやつだな、はじめ。頭いいね、この人。最初から誰かに話すつもりなどない。期待外れで申し訳ないが、俺はすでに銃を持っている。あ、まあ、持ってるけど、いいやつかもしんないよ。はじめはガンマンだったのか？ますます仲良くできそうだ。お前となれ合うつもりはない。もう返してくれないか。龍馬結構一匹狼気質だね。それは残念だな。でもすごいここ利用できそうだけどね。いい武器とかありそう。ん？ほうほう、なるほど。なになになに？内緒話。プチ止めの件はとりあえず置いていこう。ここからは別の取引。別？別とか何？Yes. 斎藤はじめ、伏見の寺田屋に長く滞在していて、剣の腕はかなりのものだそうだな。わ、もう？そして新選組。なるほどな、これはいい。俺のことを調べたのか。調べるもなんも、でも筒抜けじゃないの。ここに来るものは一応全員調べさせてもらってる。まあそうだね、取引するんだったら調べるか、そりゃあね。まあここまでの情報網の広い俺でもどうしてもつかめない情報があって、裏山陣中という名前を聞いたことないか。なんだ、知らないや。俺の兄弟と呼び合った親友が、この人に殺されたの？ああ、なんかでもちょっと似てるね、龍馬と。殺された仇を探してるってこと？異国の地から来た俺に対して本当によくしてくれた。ああ、いい人だったんだね、兄弟。俺の目の前で殺されてしまった。はじめは新選組や、はい、獅子が出入りする寺田や、いろいろと情報を手に入れるところにいる。ああ、もしよかったらってこと？何か情報があったら俺に教えてくれないか。もちろんタダでとは言わない。武器も金でも出せるものは出そう。どうする、龍馬？俺も親しい人目の前で殺されたことがある。あんたの気持ちはわからないでもない。ちょっと似てるよね、境遇がね。ただ金をもらって復讐の片棒を担ぐのはごめんだ。俺は金儲けがしたくて今の暮らしをしているわけではない。そうか。俺はそうだが。すまねえ、話は聞いてた。俺からもお願いだ。お頭の頼みを聞いてやってくれ。もう全然情報入ってきてないのかな、お頭の兄弟の情報って。自分もしんどい境遇なのに俺らに仕事と飯を与えてくれてる。優しいんだね、お頭。慕われてんだ。頼む。こんな俺が言っても聞いちゃくれねえかもしれねえが、あんただけは頼りなんだ。なんかこの人たち、銃の取引してただけで、悪い人ではなさそうな気がしてきたな。お願いだ。待って、お前たち落ち着いてくれ。事情は分かった。ここまで頼まれて無視できるほど俺も人間落ちぶれちゃいない。
龍馬ってなんやかんや優しいというか、おせっかい焼いちゃうタイプだよな。だが俺は俺でやることばかり、ああ、やることがある。そうね。お前らの手助けばかりはしていられない。まあ、なんか掴んだらあげようぐらいでいいんじゃない？そんななんか、がっつり、ね、探し回るのは大変だろうから。斎藤さんもここの仲間になるなら、拳銃のすげえ技教えてあげたらどうですかね。あ、お頭が銃の師匠ってこと？ウィリアムさん。銃は弾を込めて撃つだけだろ。正直私銃全然使いこなしてないです。弾も買ってないし。No. あら、ノンノンノン。銃の世界はもっと奥が深いぞ。なんかこの、カタカナでゾって書かれるとクレヨンしんちゃんが出てくるんだけど。ここの奴らには身を守るために銃を渡してあって、みんな、あ、射撃を極めるために稽古を積んでる。あ、射撃の腕もあんだみんな。Yes.稽古と言っても、的に向かって撃つだけの射撃練習とは全然違うぞ。試しにやってみるか。あ、やりたいやりたい。俺たちが相手するぜ。お前ら新しい仲間を歓迎だ。ああ。いい人たちじゃん、この人たち。5人を相手に銃だけで戦ってみろ。途中で俺がコツを教えてやろう。お。構えて撃つだけじゃない銃の扱いか。分かった、いいだろう。よし、レディーゴー。やろう。いけるかな ?5 人も相手したことないけど、銃で。うん。R2 長押し後、離すと敵に矢印がつき、そこに向けて銃を乱射します。R2 の長押しか。こういうこと？あ？こうか。おー、すごいすごい。こうやってなんかマークできんだな、こうやって長押ししたら。こうやってバンバンバンってなんだ。すごい、覚えとこう。Great. どうだ、ただ撃つだけじゃないだろ。面白いね。銃も剣術と同じで奥が深そうね。またここへ来れば銃についてまだ知らないこと教えてやろう。ちょこちょこ来ようっと。俺たちも手伝うからよ。お頭の人探しできる範囲で頼むぜ。ああ、お頭の兄弟ね。なんだっけ？山中なんとかだっけ？覚えることがいっぱいあって、最初に覚えたことを忘れていってる気がする。あ、はじめも自由に使ってくれて構わない。あ、ここいいの？好きにして。ん？大事なことを伝えていなかったな。なになに？ここはいろいろな取引がされている。はじめの持っているものと、商人の持っているいい品が交換できるかもしれないぞ。わらしべ長者みたいなこと言ってんの、これ。どんな品物が取引されているか部下たちに聞いてくれ。気軽に声をかけてやってくれよ。ありがたい。よし、ではまた来てくれよ。みんないい人たちだ。ちょっと部下の皆さんに聞こっか。この人かな？あれ、話しかけらんねえ。どの人に話しかけたらいいんだ？あ、この人？あんたが斎藤はじめか？はい。ウィリアムに聞いてな。役立つ品を取り扱ってらしい。ああ、ちょっと見せてもらうことはできますか？俺たちの売り物の中からあんたに役立ちそうなものを見繕った。ただ商品の中から選んでいるから、その代わりの物を持ってきてほしい。はいはいはい。俺が用意したのはこれだ。何これ？うん。木彫りの熊5つ？木彫りの熊なんか持ってたっけ？なんかこうやってブツブツ交換できるんだ。ちょっとじゃあまた今度やるか。じゃないかの音が聞こえる。じゃないか、じゃないか、よいよいよい。よくないじゃないかがスタートしたんだけど。やっとくか。じゃないか、じゃないか、すごい熱気だな。ん？あ、おばあちゃんが、大丈夫？どうした、どうした？あの集団に突き飛ばされて、何？年寄りに怪我までさして、これでじゃないかで済ませるわけにはいかない。これはちょっと良くないね。ちょっと、誰ですか、おばあさん突き飛ばしたのは。なんだよ、なんだよとはなんだ。騒ぐのもいいが、人に迷惑かけるようなことはやめろ。お年寄りに怪我させてしまっているぞ。
なんだこいつ。いや、こっちのセリフだが、せっかく流行りの A じゃないかってやつで楽しんでるのよ。いや、 A じゃないかの本質を見失ってる。なんだこいつ。民衆運動だったのにね。俺たちを怒らせて A じゃないかじゃ済まねえぜ。あ、いいよ、やるか。俺は流行りを追うだけのバカとは違う。そんなことは言わないさ。おい、てめえ、おい、こいつやっちまうぞ。え、かっこいいな、龍馬。さっき習ったやつやるか。よし。わあ、すごい。いいね、これ。いやー。A じゃないかですまんかったな。うん。もうちょっとやるのやめな。もう A じゃないかとか。どうせ流行らなくなったらやめんだろ、お前たち。なんて強さだ。まだやるか？やりてえなら踊れ、目の前で。これはお詫びです。勘弁してください。あら。いや、私はいいんだけど、おばあちゃんに謝って立ち去りな。え、なにこれ。布？すみませんでした。なんかカラフルだね、この人たち。やっぱ流行を追い求めてるから、おしゃれだったのかな。あ、おばあちゃん。ありがとうございました、お侍さん。いいえ。怪我はしてないの、別に。しかし、A じゃないかというのも困ったものだな。確かにね。ええ。でも気持ちはわからないでもないけどね。今は動乱の真っただ中。落ち着かない時代だものね。あー、はしゃぎたい時もあるか。きっとみんな不安なんだよ。私も不安だしね。この後日本はどうなっていくのか。そうか。まあでもあなたみたいなお侍さんがいてくれれば安心かもしれないね。嬉しいね、でも龍馬こう言ってもらえて。こういう騒ぎが起きているということは世の中が不安定で民衆が苦しんでいる証拠。一概に否定しているだけではいかんな。そうか、前向きに捉えるな龍馬。偉いな。壺負けていこう。八体。何？ A じゃないか、 A じゃないか、またどこどこどこでやってんの A じゃないか。ああ、こんなとこでやってんの A じゃないか、 A じゃないか。さっきの今で A じゃないか。また便乗して暴れ回ってるやつらだろうな。ああ、一応見とくよいしょ。あれでもここなんか意味ある A じゃないかじゃないこれ。A じゃないか踊ってるね。おい、お前ら。お、あいつ出てきたぞ。ん？え？あ？悪代官。ガヤガヤうるさいの、愚民どもが。すごいこと言うとるな、この人。もうあんたの支配にはうんざりだ。うちらの地域だけなんでこんなに搾取されなくちゃいけない。あら、そうよ、私たちからお金を奪って幕府に内緒で私腹を肥やして、それはよくないねん。なら死ねばいいだろう。わあ、え、なんですって。ここはわしが任されている地区だ。わしの言うこと聞けない奴らなど用はないわ。死んで構わん。え、何が死んで構わんだ。もういい、それならここから出てってやる。あ、そうね。お前の悪事を幕府に告げ口してやるからな。あ、いいじゃん。行こう行こう。果たしてそんなことができるかな。おい。ああ、やばいやばい。いい。この地域から逃げる者、告げ口をする者、そんな奴らをわしが生かしておくわけがないだろう。うわあ。これは、ちゃんとした A じゃないかだったな。そんな運動をしたところで無駄なんだよ、愚民どもが。お前らは一生わしに貢げばええじゃないか。なんてな、ガハハ。なんだこいつ。笑ってるわ。龍馬、話は聞かせてもらったぜ。ちょっとどうにかしよう、さすがに。なんじゃお主は。あんたろくでもねえ野郎だな。権力を悪用して民衆を苦しめて放ってはおけねえ。
さすがにこれは力を貸そう。それはこちらも同じだ。それを知られてしまったからにはわしも貴様を放っておけん。戦おうか。おい、お前らこいつを八つ咲きにしてやるのじゃ。何？戦う。えい。よし、よしよし、ゴロン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 。よし、ボコボコにしたった。あとは悪大官だけでは。なんかめっちゃ強いのかと思ったらそうでもなかったね、この人たち。さて次はお前の番だな。刀を抜け。え？ひひえー。あら、気失った。気絶しちまったのか。でもこれでちょっとは良くなるんじゃない？みんなの住んでるとこも。あの、ありがとうございました。本当に効果があった。すごい。やっぱりあの踊りはすごいんだ。ん？まあでも確かに A じゃないかに引き寄せられてきたから、 A じゃないかのおかげか。 A じゃないか踊れば世直しができるという噂を聞いて我々は踊っていたんです。そしたら結果的に悪大官を倒して世直しすることができました。 A じゃないかって本当に効果があったんですね。 A じゃないかのおかげかどうかは分からんが、とにかく生活が改善されたのならよかった。そうだね、いい暮らしができるといいね。みんなが、これはお礼です。なんだろう。あ、手ぬぐい、ありがとう。使うわ、大切に。A じゃない子をやってる連中はみんな遊び半分だと思っていたが、あんたたちみたいに純粋に運動してる奴らもいたんだな。どうやら誤解していたようだ。確かに。またバカ騒ぎかって思ってたな。踊ってる理由はそれぞれいろいろあるかと思いますが、僕たちは世の中が良くなるようにっていう思いを込めて踊っています。景気づけにもう一丁踊ろうか。お、A じゃないか、A じゃないか。その願い届くといいな。ね。さ、お侍さんもぜひ。お、誘われてるよ。踊ろう、龍馬。ね、踊ってみると楽しいものですよ。世の中が良くなるようにお侍さんもご協力お願いします。踊ろう。いいから、いいから。はい、こちらへ。うむ。A じゃないか、A じゃないか。あ、いいね。A じゃないか、A じゃないか。A じゃないか、A じゃないか。あ、いいね。ちょっとぎこちないけど、龍馬の踊りだけ。そう、その調子ですよ。A じゃないか、A じゃないか。いいね。いい締め方だな、これ。こちらになります。え、なにこれ。機嫌な浪人。おい、見ろよ、あいつ良さそうな刀持ってやがる。ああいう高価なもの持ってるやつに限って大したことねえんだよ。なんか寝踏みされてるけど。おい、お前のこと言ってんだよ。お前みたいなやつにそんな名刀はもったいねえ。俺らがありがたく頂戴してやる。なんだこいつら、運が悪かったな。ここまでの人生だったってことでな。つまらねえ奴らだな。相手にするのも馬鹿らしい。龍馬節が効いてるわ。そこまでにしておけ。怪我だけでは済まなくなるぞ。え、誰？小綺麗なお侍さん。誰だお前。当然怪我だけで済ませる気なんかねえよ。え、殺されるとこだったの今。いや、拙者お前らの心配をしているんだ。ん？ああ、何言ってんだお前。とにかく刀を振り回して遊びたいなら場所を変えてくれ。拙者の道場の前で無粋な真似は許さぬ。あ、ここ道場なんだ。おい、まさかこいつ、この道場の剣豪の、これなんて読む？銀柳、これなんて読むんだろう。続けるなら拙者が相手しよう。どうする？あ、この人めちゃくちゃ強いの？
ち今日ここまでにしといてある。お前覚えてるよ。なんで別に戦っても多分私が勝ったけどね。すごいお侍さんなんだ。うまくいったな。あの浪人どもも自分たちが助けられたのは強いとも思う。お前、君と戦っていたら怪我では済まない状況になっていただろうからね。強い人がわかるんだな、やっぱ強い人って。あんた何者だ。拙者はそこの道場で剣を教えてる。あ、ここ?じゃあ技とか教えてもらえるんじゃない?見たところ君はただ者ではないな。バレてるよ、龍馬。最近ここら辺でめっぽう強い男が、ならず者を片っ端から倒しているという噂を耳にしてね。あら。拙者は珍しい刀が好きでな。の強者がどんな刀を使っていたか聞き及んでいたんだよ。あ、そうなんだ。噂が出回るのが早いんだな。すぐ噂回ってるね、ここ京都では。今の京では情報がとても大事。さっきの浪人、あんたの名前を聞いただけで一目散逃げていったな。もうね、めちゃくちゃ強いんじゃない?いやいや、拙者もまだ未熟の身。弟子たちに日々教えられてばかりだ。この謙虚な姿勢がやっぱいいんじゃない?戦いとは心身ともに美しくあるべきだという拙者なりの考えで稽古を行っている。いいじゃん、龍馬。剣術の基本の型、そして振るわれる刀、それは全て、美しいもの?基本的に立ち返るのもたまにはいいものだ。基本にね。初心忘れるべからずってこと?たまに道場においでよってことか。ここでじゃあいろいろ覚えていけるんじゃない?龍馬。